マイクロチャンネルプレートとは、過電粒子、電子やイオン等を増幅する装置である。構造は微小な光電子増倍管を束ねた構造になっているので、紫外線や X 線等の光子を検出することも可能。入射した過電粒子や光子等により生じた電子が、アバランシェ電流により増幅することにより、高感度で検出することが可能である。2段マイクロチャンネルプレート検出器。 マイクロチャンネルプレートは通常 2mm 厚の高い絶縁性の材料で作られる。細い管もしくは溝が一方の面から反対側の面へ貫通している。最高の小道は通常10マイクロメートルである。他のチャンネルとは15マイクロメートル離れている。表面に対して8度程度傾いている。鉛ガラスの管の内部にソーダガラスを充填して、 加熱して誘着して引き伸ばす。それらを束ねてから、また加熱して誘着して引き伸ばす。この工程を数回繰り返した後、8度の傾斜で薄く、スライスする。その後、ソーダガラスの部分を薬品で溶かして除去する。水素ガス中で、マイクロチャンネルプレートの内壁の鉛ガラス内の鉛を還元して、導電性を付与する。マイクロチャンネルプレートに、 光電光株質を塗布した光電面のガラス板と蛍光体を塗布した後部のガラス板を取り付けて風刺する。過電粒子や光子が入射することにより電子が飛び出し、それがチャンネルの壁に当たってアバランシェ効果により電子が増幅される。入射側の反対に電極を設置し検出する。蛍光板を設置するとこれを光らせることができるため暗視装置に使用されることもある。 外部から印加する電圧は 100V である。増幅率を上げるために電圧を上げると漏れ電流が増えてノイズが増加する。そこで MCP を直列に設置して2段階で増幅する。これにより高感度の検出が可能となる。ありがとうございます。